今回はアートテイラーのドラムソロをコピーしたものを今デモンストレーションでやってみましたそれぞれのパートは全部今までのコツの1から4の部分で説明ができますので一つ少しずつ解説していってこれを広げていく練習をしてみましょう今叩いたドラムソロは譜面面にするとこうなるのですがパッ、えー、と見ると うんと思うかもしれませんが一個一個のパーツを見てみると今までやったフレーズの変形だったりするので別に今までのことができている人は全然大したことはないと思いますじゃあ少しずつ細かく解説していきますまず一番最初のフレーズ「ドタタドタン」というやつですねこれはワード D「ウタタド」の変形ですよねで表のフレーズにつながっていくと別に大したことはないと思います 次はあの3連符でタタタタタタンと頭に向かっていくんですがこの時の手順はオルタネート1番のオルタネート左右、まあ、交互で左から交互にやるおそらくアートテイラーはこのオルタネートを使ってると思われるんですが、えー、非常に手順が煩雑になるのでここは3ストロークでいってしまった方がいいですね このオルタネートと3ストロークの切り替えはフィリーが非常によく使いますこれはまたフィリーのドラムソロの時にまた解説したいと思いますそしたらこの3ストロークの B のパターンを使うのか A のパターンを使うのかこれはちょっと実演でちょっと聞いてみましょうこれよりもの方がよりジャズっぽいです まあ以上のような理由で僕は2番を採用して叩いていますが、えー、演奏中にもっと圧力が欲しいなと思うと僕も石に切り替えたりします。ここはいろいろトライしてみてください。次はタドンドンっていうのがワード E がまんま出てきてますね。うたたたっていうのはうたたドの最後のバスドラをスネアに変えただけでこれはバスドラに変えてしまってワード D で演奏しても全然構わないと思います。 そうすると残りはワード B タタタドタタタドが2回出てきて、えー、最後のタって音は次の3連符、えー、最初に出てきたあの3連符のところですねこれの形が次の段につながって出てくるわけですね、まあ、こんな感じで最後の4の裏からこのタタタタタタでまた表にこれはワード A ですねタードンでまた裏から、えー 3連符というのは表から始めるよりは必ず裏から始めた方が不安定なのでその推進力があるんですね。えー、アートブレイキなんかも必ずスタートの音はほぼほぼ99%裏から入ってますのでも徹底してますね。そうするとよりジャズらしくなります。 次がワード D の変化タドンとの間に無理やりバストラをねじ込むとタドドドというふうにこう圧力のある感じですね、えー、そして最後ワード D これ最初の歌タドターンのところのやつがまた再現部で出てきてるわけですね非常にバランスのいい多分音楽としてそういう音が聞こえてくるんでしょうねまたねで最後は3連符でこう1小節かけて頭に向かっていくという非常によくできたソロだと思いますそれではもう一度ちゃんと譜面を見ながら聴いてみましょう こんな風にに全てきっちり練習するのもいいんですがなんか一つの自分の気になった部分を何度も繰り返して発展させるという方が非常に実際に演奏では有用ですそういう練習をしていくわけですね僕なりに一つ作ってみました最初のドタタドタンというのが印象だったのでこれを輪取りをハイタムに持っていってまたスネアに戻って今度はこれはドタタドタンドタタドタンとこう。 1>, 1拍9歩削ってそれを3拍フレーズで畳み込んでさらに3連で頭に向かうというフレーズですねこの3連は裏からやってもよかったんですがやっぱりこう分かりやすいようにちょっと表からやりました手順的には3ストロークの B の右右左右右左を採用していますでは叩いてみますね もう一つ作ってみました。これはあの三小節目四小節目に出てくるタタタとタタタとタタタとこのまま使ってます。でそのままタムイドハイタムとフロアとスネアに戻って頭にクラッシュに向かうフィルインという構成になっています。はいこのように他人のソロをコピーしてみましたが。 他人のソロのコピーっていうのはすごく大事で基本形をうまく組み合わせてるわけなんですがやっぱりセンスよく組み合わせてるもの他人の文章ねかっこいい文章松下幸之助さんのフレーズを引用するとかよくやりますよねそれと一緒です他人の本を読んだから自分,を自分が亡くなるとかそんなことはないですから結局他人のフレーズをこう全部じゃなくて部分部分をこう拝借してそれを自分で広げていくそういうのがすごく いいミュージシャンにになるるはは大事だと僕は思ってるんですねコピーすると自分じゃなくなるっていう人はよく言いますがそんなことはありません本を読んだら自分がなくなるっていうことはないですよねというわけでしっかりいろいろコピーしていきましょう、えー、また第2弾第3なといろんな有名なソロを解説していきますのでお楽しみにしてください、うん